さん、こんばんは。ティンダーム役はティンダーです。ティンダービーンアイ。プロ、これで通算、プロで、プロにお会いしたのは通算106人目でございますが、ただその中で100人目を決めたいと思います。節目の100人目は、やっぱり年齢的に考えると最年長の水野聖介さんでございます。水野聖介さん、ありがとう。そして水野康介さん、息子ですね、はい。あとはまあ、その中でもふさわしいのは正田光也さんです。やっぱり100人目は水野さんでしょう。年齢的に考えると最年長の、はい。いやー、他のプロもほんとすごかったです。はい、106人でございます。アマチュアを入れるとさらに110名だそうです。はい、通算、はい、なんと通算100人お会いできてほんと嬉しいです。はい、106名ですけど、松尾聖花はただすれ違っただけでございます。はい、まあそうですね、本当はみんなです。でも私がその中で決めました。はい、100人目でお会いしたのはみんなです。明日もカズマ、新庄監督と同じ言い方です。ファンの皆さん、110人ですよ、アマチュア入れて。はい、コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。以上です。バイバイ。